新疆をウイグル自治区のホテルの時計新疆時間、またはウルムチ時間は新疆をウイグル自治区で非公式に使用されている標準時である。時間帯はアトクプラス6で北京より2時間遅れ、隣接するカザフスタンとは同じ時間帯となっている。同自治区では公式には北京時間が使用されているがそれと合わせて当時間帯が使用されている。 新疆時間は1970年代から1980年代にかけて廃止、再確立された。1986年2月に中国政府は新疆時間の使用を認めた。鉄道、電気通信、航空機では北京時間が使用されることになった。しかし、官民族が影響を持つ地域などではこれは拒絶された。現在は、 漢民族人口の多い地域では、北京時間をウイグル族をはじめとする少数民族の人口が多い地域では、新境時間が使用されているという状況である。また、いくつかの自治体では両標準時を併用している。二つの標準時が混用されている状況であり、混乱を招くということもある。このような標準時の併用は、放送にも見られる。 新疆電子台では中国語チャンネルでは北京時間に沿ってウイグル語カザフ語チャンネルでは新疆時間に沿ってスケジュールが組まれている一部の官民族は言語の障壁によって新疆時間の存在を認識していない可能性もある2014年にアップルは iOS モバイルオペレーティングシステムに新疆をウイグル自治区の規定の時間を 新境時間に変更するアップデートをリリースした。このアップデートは予告なしに行われたためアップデート前に設定していたアラームなどが正しく作動しないなどの混乱をもたらした。TZ データベースにおいて新境をウイグル自治区は次の名称で登録されている。表中ののついたカラムはゾーン、タブのデータを含んでいる。ありがとうございます。